マインドフルネス瞑想ガイドのメディテラスへようこそ。これから人との比較をやめて心配事をなくす誘導瞑想を行います。この瞑想は本の要約、心配しないことをベースとして、その中心にある自分と他人を比べて自己評価する心を点検するものです。ぜひそちらの要約もご視聴ください。それではリラックスして瞑想の準備をしていきましょう。あなたが一番リラックスできる姿勢で取り組んでください。静かに深呼吸をしてみましょう。心を穏やかにしていきます。呼吸をするたびに心の波立ちが穏やかになっていきます。今この瞬間を強く意識します。それではまず他人と比べている自分を見つめていきます。あなたが人と比べているとしたら、それは誰とどのように比較しているでしょうか。人をジャッジしてしまい、その結果、不平不満を溜めていませんでしょうか。人に対して過度に上から目線になっていないでしょうか。反対に人と比べて自分が劣っていると自分を貶めていないでしょうか。また人と同じ待遇を求めて同じでないことに苦しみを感じていないでしょうか。人と比較して自分の存在価値を
決めていないでしょうか。あなたは本来のあなたで素晴らしいのです。人と比べなくてもあなたはあなたです。しばらくの間、人と比べている自分の心を見つめてみてください。それでは今度は慈しみの心を育んでいきます。人と比べる心を手放して、あなたはあなた、人は人で、それぞれに生きていることを強くイメージしてください。人それぞれ環境が違い、人それぞれ正しさも違う。その中でそれぞれの人生を生きています。自分にも慈しみの心を持つとともに、すべての人にも慈しみが降り注いでいることを感じましょう。
そして自分も人も許しましょう。すべてに慈悲が望んでいることを感じましょう。人と違っても許されている。人が違っても許されている。自分も他人も自分らしく生きることができる。それを認める心のゆとりを作ってあげましょう。しばらくの間、すべてに慈悲が望んでいることを感じてください。